Nisraj, the deity of Mesopotamia, was depicted as an eagle-headed deity with wings and exaggerated muscles. In various sculptured reliefs from Nineveh, he is seen sprinkling the sacred tree with water. Nisraj is also the Assyrian god of agriculture. Who was Nisraj and where was he from? Ahiroshi has reckoned that Nisraj, an eagle-like or a crow-like headed with wings, are closely connected with Japanese legendary goblin Tengu or Kurama Tengu, and therefore the god was from the star of Arcturus. カラス頭で羽のある、あるいはワシ頭で羽のある筋肉隆々の神、それがニスロッチです。ニネベに残っていたレリーフでは聖なる木に水を差しているのもあります。アッシリアでは農業の神でした。そのニスロッチは誰だったのか、そしてどこから来たのか。私林浩司はニスロッチと日本の天狗、つまりカラス天狗との類似性から、ニスロッチは京都の鞍馬寺と深く関係があり、鞍馬イコールクマラ、鞍馬イコールクマラ説から、さらにはアルクトゥルス人と深く関係しているところから、ニスロッチおよびクラマテングはアルクトゥルスからやってきたアルクトゥルス人であると考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。私が最初に着目したのは鞍馬寺の家紋です。鞍馬寺の家紋は一応八つ出の歯を模したものだと言われています。八つ出の歯です。鞍馬寺ですね。そして奥の院、魔王殿です。そこにはこのような家紋が描いてあります。この家紋に注意してください。これは本当に八つ出の歯なのかと。で、私林浩司は鞍馬寺の家紋と八つ出の歯を比較してみました。似ているようだけれども違うと判断しました。そして今度はアッシリアに残るレリーフの中に描かれている生命の木の絵と比べてみました。この丸い黄色い丸で囲んだのがそれです。比較してみてください。つまり鞍馬寺の家紋は左下の八つ出の歯に似ているのか、それともアッシリアの生命の木に描かれている図柄と似ているかということです。ここが今日の第一のポイントですから、丁寧に比較してみてください。この丸い部分ですね、特に付け根の部分に注意してください。八つ出の歯には鞍馬寺の家紋に描かれているような、まあ、この中心部といいますかね、それがありませんが、しかし生命の木にはそれがあります。下の線でそれを示してみました。付け根のところですね。そして八つ出の歯はですね、まあ、元のところでみんなくっついてますね。がところがですね、鞍馬寺の家紋の方は一枚一枚が最後まで分かれています。生命の木のそれも付け根のところまで最後まで分かれています。
つまり鞍馬寺の家紋は八つ出の歯のようなちっぽけなものを模したのではなくて、生命の木を模したものであると私林浩司は判断しました。ここが重要です。鞍馬寺の家紋はアッシリアに残る生命の木を模して作られたものではないかということです。まあ、見れば見るほどよく似ているということになります。で、そのアッシリアのレリーフが右のレリーフです。このレリーフの頭に注意してください。外国の文献では和紙の頭と表現されていますが、見方によってはカラスの頭のようにも見えるということです。つまりこの生命の木を模して鞍馬寺の家紋ができた。そしてこの神は外惑星人、つまり ET だったということになります。この足に注意してください。ゴツゴツとしてますね。がしかしよく見ると歩行補助装置を身につけているのがわかります。歩行補助装置です。左下に今紹介しているのが歩行補助装置です。で、アッシリアの神々はですね、この歩行補助装置を身につけていました。理由は今さら言うまでもないと思います。地球の重力が問題でした。この足に注意してください。この緑のところがサンダル、黄色い部分が本来の足と考えています。そして赤い部分が歩行補助装置ということになります。で、この黄色い足と赤い部分の間に隙間がある点に注意してください。その隙間を通してですね、その向こうにある衣服の一部が透けて見えます。今グリーンで着色してみました。つまりこの黄色い部分が本来の足であり、赤い部分が歩行補助装置ということになります。つまり古代の神々はこのような歩行補助装置を身につけていたということになります。それと同じコンセプトを持っているのが右のアッシリアの、先ほどお見せしました神の足ということになります。つまりニスロッチということになりますが、ニスロッチと鞍馬寺の関係はこれだけではありません。鞍馬天狗、つまりカラス天狗ということになります。で、左に今お見せしているのがそのカラス天狗ということになりますが、その天狗のコンセプトとニスロッチのコンセプトは大変よく似ています。ただ日本ではカラス、メソポタミアではワシとなっています。その違いはありますが、それは言葉の問題です。左がカラス天狗ですね。そして右がワシ天狗ということになります。頭が共に鳥の形をしています。つまり鳥頭、鳥頭人間だということですね。そしてそれだけではありません。翼、翼があります。日本のカラス天狗も一般には翼を描くのが習わしになっています。そしてニスロッチも翼、そして足、まあこれは偶然かもしれませんけども、左のカラス天狗の足も筋肉隆々に描かれています。こうした共通点を並べてみると、鞍馬天狗あるいはカラス天狗イコールニスロッチ、そしてその鞍馬天狗は鞍馬寺とつながり、鞍馬、クマラ、つまりクマラ、鞍馬説とつながっていき、そしてその先で、アルクトゥルス星人、アルクトゥルス人とつながっていきます。その間をつないでくれたのがトム・ケニオンです。トム・ケニオンはアルクトゥルス人からの啓示を受けて、現在音楽作曲活動あるいは音楽演奏活動を続けています。
歩くトゥルス人より地球人へという本も表しています。そしてそのトム・ケニオンとクマラとの関係は続く動画の中で詳しく説明します。そしてこうしてトム・ケニオンとクマラ、そしてクラマ・デラとつながり、クラマ・デラとクラマ・天狗、天狗とつながり、そしてその天狗はアッシリアのニスロッチへとつながっていきます。つまりニスロッチは、つまりは歩くトゥルス人であったということになります。なおクラマイコールクマラ説は私の説ではなくて、すでに基地の事実です。ともかくもこうして左のカラス天狗、天狗とですね、右のニスロッチがつながったということです。そしてそのクマラはクラマ寺のクラマ天狗、すなわちカラス天狗とつながっているということになります。アルクトゥルスは牛飼い座の中にあります。続く動画でアルクトゥルスとクマラ、そしてトム・キャニオンとの関係をどうかご覧になってください。 Bye for now. トム・ケニオンの歩くトゥールス人より地球人へより、クラマデラの幾何学パターンについて、サナート・クマラによれば、石でできたこの幾何学パターンは彼の宇宙船がクラマ山に降り立った時、実際の着地点はこことは別の場所の複雑なハーモニスクを図象化したものである。クラマデラ奥の院、魔王殿の本殿、クラマ山は仏教と神道の両方において霊山として神聖視されている。写真の正道はクラマ山の裏手にある奥の院、つまり魔王殿の本殿である。まさにこの場所こそサナーとクマラが降り立ち飛び立った地点だ。この衝動は非公開だが、手前にあるもう少し大きい拝殿からサナーとクマラ、つまり五宝魔音尊を参拝することができ、法会や供養もそちらで執り行われる。サナート・クマラの宇宙船。トムと私は2001年に世界を旅して回り、日本でトムのワークショップを開いた。それから私たちは京都に行き、鞍馬山を訪ねた。京都はあらゆる宗派の神社仏閣が至るところに立ち並ぶ驚くべき都市である。鞍馬山は京都の市街地から7.5 キロほど北に位置し、仏教の一宗派の総本山であるとともに神道の聖地でもある。そこでは今から約600万年ほど昔にサナート・クマラ、つまり五宝魔音尊が宇宙船に乗って降り立ったと伝えられている。この写真では砂でできた造形オブジェで、サナーとクマラの宇宙船をかたどったものという名文が添えられている。そこには彼が約600万年前に金星からこのような乗り物でクラマの地に着陸したことが記されている。サナーとクマラが私たちに語ったところによると、正しくは600万年前ではなく1000万年前だったという。
It is a book of the Agriculturian Anthology by Tom Kenyon. A book critic writes as follows. This anthology is a collection of what eight Agriculturians have to say, including Sanato Kumara, Yeshua Ben Yosef, and Mary Magdalene. From the science officer to the Akashic librarian to an Agriculturian warrior, a medical officer, a meditation master, they bring towards the issues they struggle with, their concerns, and their choice about how to further help humanity. It's an expanded view of reality, a higher dimensional view brought to earth by Tom Kenyon's amazing ability to contact and communicate with beings from other dimensions. Agriculturians are brilliant, fearless, and highly evolved. They have been and will continue to be our guardians and protectors. トム・ケニオンの著書アルクトゥルス人より地球人へについて、その本は次のように紹介されています。トム・ケニオンは異次元の生命体であるアルクトゥリアンとコンタクト及び通信を経て、彼独自の音楽の世界を作り上げたと。聡明で恐れを知らず高い精神性を兼ね備えたのがアルクトゥリアンであると。そしてそのアルクトゥリアンはトム・ケニオンを通して人間の持つ人間性を高めようとしていると。大変興味深いことに、アルクトゥリアンの一人にサナト・クマラという名前の神がいるということです。そのサナト・クマラ。サナト・クマラは日本とも大変深い関係にあるそうです。アルクトゥルス人より地球人への巻頭で、日本のクラマデラとの関係を指摘しています。つまり、クラマデラではサナート・クマラは五宝魔王尊尊と呼ばれ、彼らの乗った宇宙船がそのクラマデラへやってきたと。アルクトゥリアンは今も昔も人間の守護神であるというわけです。広し林浜松市ジャパン。アルクトゥルス人。そのアルクトゥルス人についてエリア51でエイリアンの世話係をしていたチャールズ・ジェームス・ホール氏は次のように証言しています。ポール・ホワイト、ノッポの白人と呼ばれていました。まあ皮膚がですね、チョークのように白いとか、身長が1メートル80センチ前後もあったとか、そのようなことがチャールズ・ホール氏が書いたミレニアル・ホスピタリティという本の中に書かれています。その本の中にアルクトゥルスという星の名前が出てきます。チャールズ・ホール氏はあくまでもその可能性がある、つまり推測ではあるがという前提で、アルクトゥルスという名前を挙げています。
そして、まあ、具体的にですね、このような記述が残っています。ノッポの白人の出身地はどこかということですけども、チャールズ・ホール氏は地球から36光年離れたアルクトゥルスではないかと。で、この言葉に聴衆がざわついたということなんですね。で、確かなことはわからないと。しかし、その、まあ、星がですね、可能性としては大変高いと。ここで、まあ、チャールズ・ホール氏の口からですね、アルクトゥルスという名前が出てきたという点に注意してください。で、アルクトゥルス星、あるいはその近くのどこかはトールワイトにとっては極めて重要なところであるに違いないと。冒頭で紹介しましたトム・ケニオンのアルクトゥルス人より地球人への中で、トム・ケニオン氏はですね、30回以上もアルクトゥルス人の訪問を受けているというのです。その本の中でアルクトゥルスという星の名前が出てきます。これは偶然の一致なのでしょうか、それともどちらか一方がどちらか一方からヒントを得たというようなことは、この際考えないでおきましょう。そのアルクトゥルス、あるいはアークトゥルスは牛飼い座の中にあります。春の大三角形を作る一等星の一つです。アークトゥルスとここでは表記されています。アルクトゥルスですね、牛飼い座の中にあります。ところで皆さんは宇宙にも音があることをご存知ですか？太陽風などによってですね、電磁波が振動し、その振動が宇宙船の壁を通して人間の耳にも聞こえるというわけです。その音を NASA が、まあ、太陽系のあちこちで拾っています。
この音で思い出すのがオーストラリアンアボリジニーズのデジェレドゥです。どうかお聞きください。で、結論ということになります。トム・ケニオン氏はですね、私たちが神と呼ぶエイリアンからの啓示を受けて作曲活動を続けておられるそうです。その本をですね、山本 N さんから送っていただきました。その本を読んで私は驚きました。私がした経験と同じ経験をトム・ケニオン氏がしていたからです。それについてはまた別の機会に話すことにしまして、今日はその音楽の類似性について皆さんに考えていただきたいと思います。トム・ケニオン氏がですね、音楽で表現しようとしたまさにその音は宇宙の音ではなかったかということです。最後にもう一度トム・ケニオン氏の音楽を聴いていただきます。それでは皆さん、バイ。
A book critic writes about a book named Millennium Hospitality by Charles Hull as follows. Millennium Hospitality is not like any other book you may have read about aliens. You'll find out many new things, such as the answer to the question, where do the children of aliens play? This book is about friendship, romance, terror, and is based on the true life experiences of the author who claims he is not an alien. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. トールホワイト、つまりノッポの白人と呼ばれるエイリアンの話。ノッポの白人 E.T. の際立った特徴。チャールズ・ホールは次のように記述している。つまりノッポの白人は身長が6から7フィート、つまり180から210センチの範囲にあり、大変痩せていてひ弱な感じである。皮膚の色はチョークのように白い。ノッポの白人はいくつかの点で私たち人間とは肉体的に異なっているが、最も重要なことはノッポの白人はヒューマノイドであるということ。その事実に最も大きな意味がある。彼らのライフスパンは人間のそれの約10倍である。ノッポの白人は私たち人間のように年を取らないが、約400年を過ぎたところでノッポの白人は第2の成長段階に入る。結果として身長は9フィート、2メートル80センチ前後になる。彼らはおよそ800歳で器官が故障し死を迎える。元生物学者によれば、外惑星人は私たち人間には似ていないと思われているが、それは自然環境、環境的変数、また多様な環境による無数の遺伝的要素の中で別個に進化するからである。一方、別の科学者は普遍的な要素があって、例えば人間にとって良いことは他のどの異星人にとっても良いことなので、皆似てくると主張している。 UFO の世界で人間が遭遇した多くの ET たちは人間によく似た実態を持っているので、つまりそんなにも人間によく似ているので互いに深いつながりがあるはずと考えられている。現在のケースはその一つということになる。ノッポの白人は全体として見れば人間とはよく似た体型をしている。つまり二足直立歩行をする脊椎動物である。例えば人間のような顔をしているなど、適切な衣服さえ着ればノッポの白人はラスベガスの街の中でも人間として歩くことができる。ノッポの白人は会話能力があるが、彼らの発声音は人間の耳に聞こえる周波数の外にある。言い換えると私たち人間は彼らの声を聞くことはできない。普通に話すときは犬の吠え声か巻き羽鳥、つまりヒバリのように聞こえるが、ノッポの白人の中には人間の声を真似し人間と普通の会話をすることができるのもいる。また中には特別な人間の声を真似する者もいて、それがあまりにも上手なので、例えば電話で話したような時区別がつかないほどである。ノッポの白人はまた会話装置を持っていて、人間はその声を自分の頭の中で聞くことができる。それは短距離5から6フィート、
約2メートルでしか作用しないし、その時人間の方はノッポの白磁に対して側面積、つまり側を向けなければならない。その装置は言語翻訳機としても働く。時々セットの仕方にもよるが、ホール氏が言うには、時にはノッポの白人同士の会話があたかも互いに英語を話しているかのように聞こえたこともあるという。すでに述べたように、職員した人の接触のような場合、混乱状態が起きることがあった。その時兵士が傷ついたり死ぬということもあった。ノッポの白人はしっかりと武装していて、些細な挑発でもそれが理由で人間を殺すことができる。ノッポの白人は人間よりも反応が早く素早く行動する。例えばノッポの白人を脅かしたりすると、警告なしでその場で切られたり血を流したりするかもしれない。ノッポの白人はさらに鉛筆型の武器を持っていて、相手を失神させたり麻痺させたり催眠をかけたりする。あるいは人間に対してひどい痛みを起こしたりする。人間がノッポの白人を困らせたり脅したり、あるいは彼らに危険行為をしたような時、ノッポの白人はそれをしばしば使う。武器による効果はマイクロウェーブの周波数を変えることによって決まる。つまりそれによって人間の体の中でさまざまな変化を引き起こす。ノッポの白人は親しみやすいが、時には傲慢になり侮蔑的な態度をとる。彼らは人間の中における階級に敏感で、例えば地位など軍の高官やその周辺の人たちとは人間関係を育てようとするが、その一方で地位の低い人たちを見下したりする。ホールは自らをノッポの白人たちのペットとすることでノッポの白人たちとうまくやっていた。彼らはホール氏をホール氏のいるところでペットとそう呼んでいた。で、やがて先生のペットというのがホール氏の暗号名になったが、 E.T. や彼の活動をした軍人の間では一目置かれるようになった。ホール氏は両政府から重要人物として働くよう選ばれた。で、それらの仕事の中にはノッポの白人と人間との文化的順応などの道筋を探るための指針計画を進める仕事なども含まれていた。 E.T. を見れば誰だってパニックになる傾向があり、また武器で E.T. を攻撃しようとするが、ホール氏はこの期間彼が示した稀なる勇気で表彰されている。ネリスでのノッポの白人のグループは人間のそれとは違った家族形態を持っていた。ノッポの白人はネリスで一緒に働いたり仕事をしている E.T. をおじ、いとこなどの家族名を使って呼んでいた。ノッポの白人は子供の世話を大変しっかりとしていた。子供たちは成長し、藪の中で教育されていた。ノッポの白人はいわゆる私たちが管理と呼ぶ問題を抱えていた。ノッポの白人は彼らのペット、つまり人間を管理する必要を感じていて、ノッポの白人は私たちを管理しながら観察していた。外惑星との接触という人間にとっては夢のような話において、このようになるだろうということは多分誰も想像しえなかっただろう。彼らは全体的に見ると人間のためにというか、あまりにも私たち人間に似ている。それゆえに
この話の真実性を疑う原因となっている。このロジックに注意してほしい。この側面、つまりノッポの白人たちは、例えば私たちが家族と共にどこかの敵意のある地域に移住しているかのように行動するが、それについては議論する価値がある。つまり私が言いたいことは、オープンセチが他で書いていることをよく読み、いくつかの段階においてオープンセチの解決策と関係しているということ。オープンセチ at glance を開くか、パラグライムを検索してみてほしい。ノッポの白人の出身地。36光年離れたところにあるアルクトゥルスについて話したとき、聴衆がざわざわとした。しばらく間を置いて年配の女性がかなり驚いた様子でこう聞いた。先生、チャーリーは私たちはどこから来たのか知っているのですか、と。先生は次のように答えた。いや、確かなことは分かりません。ノッポの白人たちがどこから来たのかと尋ねられたとしても、ノッポの白人にしてみれば、その場所の名前を人間が知ることもないだろうからということで、その質問を避けるでしょう。多くの重要なものについて、人間には人間が使う名前があり、ノッポの白人にはノッポの白人が使う名前がある。私たちが何か英語以外の言葉でホール氏にそうした名前の話をするようなものではないか。ノッポの白人たちはチャーリーにこうした反応を示したときには、いつもノッポの白人たちは自分たちの間で彼らの吠えるような声でよく笑ったものだ。小さな冗談のようなものだったが、チャーリーはその都度自分を自制し抗議したりはしなかった。事実、ノッポの白人たちはこうした問題を微妙な問題と呼び、そのように扱っていた。しかしホール氏はそれまでに培ったテレパシーのような感覚で、アルクトゥルスもしくはその近くのどこかは彼らにとっては極めて重要なところであることを感知することができた。彼らの究極的な故郷はどこか別のところにあるかもしれない。最近連絡を取ったところ、ホール氏は次のように述べている。ノッポの白人たちがどこを故郷と呼んでいるかについて、それがどこか私は今まで考えることができなかったが、私の推測によれば、それは地球からおよそ105光年離れた星ではないかと思っている。ホール氏の最大限の推測は素晴らしく的を得ているのではないか。というのも、別の乗り物やスケジュールなどを注意深く観察しながら、ホール氏はそうした計算をすることができたからである。現在の地球基地をいつ設置したかについては曖昧である。ホール氏が感じたところによれば、白人がやってくるのに先立ち、ノッポの白人たちはその場所をすでに知っていたようである。さらに言えば、ノッポの白人の中の一人はマジソン大統領時代にここ、つまりインディアンスプリングスバリーへやってきたというようなことを暗示したという。しかしホール氏が見た感じでは、ノッポの白人たちの避難地や地下内部の部屋は、ノッポの白人のためにアメリカ合衆国政府が1950年代のいつか建設会社を使って作られたかのように見えたという。ホール氏はノッポの白人たちは地球をあたかもただの中継地のように、つまりノッポの白人たちは地球を旅行ルートの中にある中継地のようなものとして使っていると信ずるように
なったという。ノッポの白人たちは地球を自分たちの故郷ともっと別のある遠方の目的の間を行き来しなければならないが、そのためホール氏が言うように、私たちの太陽系は外宇宙の中ではその中央部に位置しているようだと述べている。私たちの太陽系から見た次の表は彼らの星を知るために役に立つかもしれない。テクノロジー。ノッポの白人たちは明らかに高度なテクノロジーを持っている。ホール氏はノッポの白人たちの外宇宙航行用の宇宙船、地球近辺及び太陽系の近距離用スカウト船、また彼らがいつも携帯している武器、さらには空中浮揚装置や防御用フォースフィールド装置のある特別服については簡単に触れながらも、ノッポの白人たちのテクノロジーについては内容を限定している。彼らの2種類の宇宙船については私たちの団体、つまりミレニアムホスピタリティを通して配布されている。これらの内容はホール氏との連絡の中で、それらはおおよそ次の表に示されたようなものである。内容。ホール氏はスカウト船の内部、船の推進装置を垣間見ることができたが、それによればファイバーコイルのようなものが無数に巻きつけられていたという。彼が見たこれらのシステムからホール氏はその動力の物理的理論を発展させた。外宇宙用の船は高速よりも早く航行できるということ、そして ET たちの故郷の星までは 2,3 ヶ月の時間で行くことができるということ。驚くべきことに、スカウト船はノッポの白人が示した使用書に応じて人間によって提供された部品を使い、この地球上で組み立てられていたということ。マイケル・サラとのインタビューの中から。私は本の中で先生と第四階級のハリーがスカウト船の内部を見せてくれたと書きました。船内のシートや頭部用などの多くの部品は多くのアメリカの会社、例えばボーイングやロッキードのような会社によって据え付けられました。頭部用部品は明らかに取り外しができるもので、エアーストリーム社のような会社からのものでした。またノッポの白人たちが着ているような衣服については、セアーズ社やモントゴメリー・ワーズカタログ社から直接購入していましたが、それでもこれらの船は無重力状態で無質量航行ができ、超高速まで加速することができましたが、ノッポの白人たちが望むほどの信頼性はありませんでした。ホール氏はこれらの船に使われている推進装置の限界を指摘した。つまりオーバーヒートしやすく、そのためファイバーコイルの信頼性を損ないやすかったことなど、以下そのための対処法などが詳しく説明されている。